これで全部だ。本当のことを話した。ドゥドゥはどうなった？知ったことか。消えたんだよ。ちょっと目を離した瞬間にな。女はどうなった？知るかよ。手下が背中を刺した。だが生きてる。誓うよ。それで全部か？知ってることは話した。全部だ。俺が探している女を傷つけ、その友人を拷問した。襲ってきたんだ。正当防衛だろう。頼む。報いは受けた。見逃してくれ。お願いだ。俺は処刑人じゃない。ありがとう。この恩は返す。ここは俺の町だ。それに黙れ。お前がラドビットに協力していたと知ったら、ビッグフォーのお仲間は何と言うだろうな。おい、待て。何を言ってる。待ってくれ。問題は解決したようだな。今度はお前の番だ。ラドビッドは待つのがお嫌いか？ああ、お嫌いだ。ついてこい。海軍艦艇オクセンフルトトレトゴール、レダニア艦隊の司法だった。現在は退役船だが。いい船だ。乗船するなら武器は置いていってもらう。ついてこい。船は貴族の女性からの寄付金により維持されている。優れた名家の女性たちが宝石を手放した。衝動的な愛国的欲求か？お前は家を。来たか。何かお力になれますかな。相変わらず歯に絹を着せぬ男だ。まあいい。フィリパ・エイルハートを見つけろ。それが望みだ。以前目をくり抜くよう命じた。だが失明しても困っていないらしい。レディ・エイルハートがオクセンフルト東部に隠れているのは分かってる。さらに隠れ家の入り口を魔法で封印していると。侵入は困難だ。貴様ならできるだろう。あの女を連れてこい。生きたまま。フィリパ・エイルハートはここで何を？古い仲間を見つけ、女魔術師会を再招集したいのだろう。世への報復を目論んでいる。レディ・エイルハートの執念深さは有名だ。子供の頃にあの女から受けた授業を思い出す。あの女の教えは与えられた罰と同じくらい忘れがたい。その残忍さは筆舌に尽くしがたい。視力を奪ったとはいえ、まだ危険な存在だ。用心するよう忠告する。考えさせてください。急いでくれ。フィリパに逃げられたくはない。二度と。下がってよい。武器だ。ありがとう。それほどの剣は見たことがない。切れ味もいいんだろう。腕の問題だ。剣の問題じゃない。
足元に注意しろ。開けろ。なんだ？魔術師とはよく仕事を？おや、知りたがり屋だな。自分こそ仕事が欲しいのか？違う。彼らのことはわかる。普通なら手を汚すのを嫌う連中だ。分かっていないな。追い込まれ飢えて必死になれば魔術師も他と同じだ。仕事を受けるときにこだわったりはしない。ノビグラドは誰だってチャンスをつかめる町だ。この町に来たからにはお前もつかむべきだな。部下は慎重に選ぶんだな。リコは簡単に正体を明かしたぞ。ああ聞いた。奴には町を出るよう命じた。おそらく俺からの報酬を約束しただろ。そう言ってたな。受け取れ。子供が怖がってる。こいつ死刑でいいな。伝説は決して消せない。フォアソンジュニアを見つけたぞ。ああ、それで何か分かった？シリとダンデリオンはフォアソンのためにシギルーベンの宝を盗みに行った。奴は見返りにシリの呪具を修理すると約束した。まさか、あのろくでなしと取引したなんて。ウィリーと契約した者の末路は知れ渡っているのに。シリは必死だった。だが君の言う通り最善策ではなかった。フォアソンは結局ドゥードゥを拷問しシリを襲った。ドゥードゥ？彼がこの件に関わってたの？シリを助けるためにダンディリオンが巻き込んだらしい。ドゥードゥは逃げ切った。今はどこかに潜伏中だろう。ウィリーはどうなったの？おそらく身を隠してしばらくは商売をしないはずだ。本当にそう願うわ。決して許したりくじけたりするタイプではないけど。じゃあな。